クリスティアン・スレイケル・カセレス・ジェペスは、ベネズエラ・ミランダ州カラカス出身のサッカー選手。メジャーリーグサッカー、ニューヨークレトブルズ所属。ポジションは MF。2015年に国内リーグのデポルティーボ・ボラグアイラのユースチームに入団。翌2016年に16歳でトップチームに昇格し、10月10日のアトレティコ・ベネズエラ戦でプロデビュー。 2017年5月11日のスリア FC 戦でプロ初ゴールを決めた。2018年2月2日、メジャーリーグサッカーのニューヨークレッドブルズへの移籍が発表された。即チーム通過入試、先発に定着。同年シーズンに早くもトップチームに昇格し、10月21日のフィラデルフィアユニオン戦で MLS 初出場。2019年4月7日の ミネソタユナイテッド FC 戦では MLS 初ゴールを決めるなど加入2年目で早くも主力選手に成長し同年シーズンは24試合にゴールを記録した2017年に U-17 のベネズエラ代表として南米 U-17 選手権に出場2019年には U-20 代表で南米ユース選手権に出場 さらに2020年には2020年東京オリンピック出場権をかけたコンメボルプレオリンピック大会に U-23 代表として出場。さらに同年10月9日の 2022FIFA フフワールドカップ南米予選のコロンビア戦でフル代表初出場を果たした。ありがとうございます。